よし、そろそろ閉めるか。そうですね。あの先輩、ん、今日も一緒に帰りましょう。わかった。ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。先輩は今好きな人はいないんですか？好きな人今はいないと思うけど。じゃあどんな子が好みですか？おとなしい子、元気な子、どっちかっていうとおとなしいより。へー、ロングヘアとショートヘアだったらどっちがいいですか？それはショート。そうですか。グイグイ来る。ミスノがめちゃくちゃグイグイ来る。いろいろ聞かれるし、なんか距離も近いし、俺はどうすれば。まあそりゃそうなるよ。そうなの？当たり前でしょ。片思い相手がデート中に相性いい的なことを言い出したんだから、そりゃミスノちゃんとしては追い込みに入りますよ。追い込みってそんな狩りみたいな。狩りそのものだよ。私もその立場だったら同じことするもん。思わせぶりなこと言ったり好み聞いたりね。ミスノちゃんもそんな感じじゃなかった？うん、そんな感じだった。となると次は自分のことをどう思ってるか探るとかかな。試すような質問をして相手にも意識させちゃう作戦だね。それ俺はどうすればいいんだよ。問題はそこだよね。お兄の態度、受け流すのか、さりげなくこっちも好意をほのめかすか。そろそろマジで身の振り方考えた方がいいと思うよ。身の振り方か。だって音楽のことさえ話してないんでしょ。お兄側は何も明かしてないじゃん。ミスノちゃんだって慣れない中頑張ってくれてるんだろうしね。あんまりこの状況続くとしんどくなっちゃうかもよ。そうな。あの、例えばなんですけど。お、なんだよ。もしも私が危ないことをしそうになってたらどうします？危ない？例えばどんな？そうですね、じゃあ同じクラスの男子に告白されて私は OK しようとしてるけど、その男子が明らかにひどい人だったら、誠実さのかけらもない人だったらどうです？先輩はどうします？ニコの言う通りじゃねえか。マジで試すようなこと聞いてきてる。いや、何もできないけど。私傷つくかもしれないですよ。引っかかったりもしないですか？いや、まずそいつが本当に不誠実かわからないだろ。そうだったとしても心を入れ替えたのかもしれないし。じゃあ顔出しでネットで配信してたらどうします？しかもちょっと際どい内容だったりしたら肌を見せたりとか、そういう。いや、それも俺からは何にも言えねえな。ミスノがやりたいならいいんじゃない？じゃあ見知らぬ男性と腕を組んで歩いてたら、しかもそれがお父さんくらいの年齢でおじさんだったら。本物のお父さんかもしれないだろ。特に何もしないよ。お父さんじゃなかったらですよ。明らかに道徳的でない関係だったらです。そんなの見ただけじゃ分かんないって。そうですか。じゃあ今日はここまでで、さよなら。また来週。そうだねえ、聞いてくださいよ。例の先輩の件なんですけど。なんだよ。今日ね、落ち込んじゃうことがあって、最近は仲良くできてるなって思ってたんです。ほら、一緒に出かけたりしてすごく楽しかったから、もしかしたら期待していいのかなって。先輩も少しは私のことを特別に思ってくれてるのかなって。そりゃ特別ではあるけど。でも不安じゃないですか。
はっきりそう言われたわけじゃないですし、だから最近いろいろ聞いてみてるんです。好きな人はいないのかとか、どんな子が好みなのかとか。それでもなかなか本心が聞けなくて、だから今日は踏み込んで質問したんですね。私が危ない男子と付き合いそうだったらどうします？知らない大人と良くない関係になってたらどうです？みたいな。本気でそうしようと思ってるわけじゃないんです。ただ私は気持ちを知りたかっただけで、心配してくれるかなとか、止めてくれるかなとか、あとはそのちょっとくらいやきもち焼いてくれるかなって。そう言われてもな。なのに先輩、全然そんな感じじゃなくて、別に本人の自由だから止められないみたいな。はあ、私だけ舞い上がってたのかな。全然相手にされてなかったのかもしれないですね。そんなことはねえよ、こっちもちゃんといろいろ考えてて。まあそれでも好きな気持ちは変わらないですからね。これからももう少し頑張ってみたいと思います。よければ応援してください。 あと次もダメだったらさすがに落ち込むと思うんで、その時は慰めてくださいね。そっか、ミスのも頑張ってるだけなんだよな。慣れないことを頑張って。じゃあ俺はあいつにどうやって。よし、時間だな、閉めよう。そうですね。あ、そうだ、図書室だよりの件ですけど。おう、次号のコラム私たちに任せたいって言われていたじゃないですか、谷崎先生から。あの件相談したいんですけど。そうだな、どうする？この後カフェとか行って話すか？いえ、できればゆっくり話したいですし、そのこの土日で先輩の家お邪魔しちゃダメですか？え、俺の家？ええ、あの何かと都合がいいかなと。ごめん、ちょっとうちは無理だわ。そうですか。あの散らかってるとかなら大丈夫ですよ。妹さんとも会ってみたいですし。いや、散らかってはないけど、その見られたくないものがあるというか。見られたくない？あ、別に気にしないですよ、そりゃ先輩も男子ですし。そういうことじゃねえよ、そういうのじゃなくて。じゃあどういうのです？私が来る間だけお片付けとかも難しいんですか？どういうのかは言えない。片付けるのもちょっとは。もしかして私が家に行くの嫌ですか？なんか先輩最近妙に私を避けますよね。え、そんなつもりは。でもそうじゃないですか、心配してくれないし気にもかけてくれないし、本当は鬱陶しいんじゃないですか？そんなことないって。ほら、やっぱり男子の部屋だからさ、いろいろ汚いんだよ、掃除不足で。そういうのきれいにしようと思ったら時間かかるし、週末にはちょっと間に合わないかなって。そうですか、わかりました。そういうことなんですね。うん、マジでそれだけだから。あれ、帰るの？今日は一人で。はい。そっか、じゃあまあ気をつけて、また来週。え、先輩さよなら。どうしたんだよあいつ。はい、もしもし。ああ、谷崎先生、こんにちは。あ、いえ、大丈夫ですけど。はい、はい。え、ミスノが水曜担当を辞める？
スタジオコエミ。